足ブラブラさせていきまーす。そうですね。あいうえおのあの、あ行だけでいいので、それを大きく口を開けて、あならあ、いならい、う、え、お、あいうえお、あいうえおと続けていきます。これですね。あいうえお、あいうえお、あいうえお。お二人とも、特に、う、う、うの音を意識してください。あいうえお、あいうえお、あいうえお、あいうえお。そう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 。うーという口を突き出す音ですね。このうーというのがはっきり日常生活でも聞こえたら滑舌っていうのはよく聞こえます。明らか、あからさまに滑舌はよく聞こえます。うーのこの突き出す音だけ、この口作んないとできないんですよ。この口の状態だけでもうー以外だったらなんとなく聞こえるんですね。あ、い、え、お。ただ、うーだけはこもっちゃうんですよね。う、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 なので日常生活もうという時のこの突き出す口をしっかりと作れるようになっていけば、それだけで滑舌はよく聞こえるようになるので、あいうえおあいう、要はこの筋肉ですね。この筋肉を普段からトレーニングしとくと、あからさまに滑舌はよく聞こえます。あいうえお、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 あいうえお。そうそうそう、あそこカードを使って、これ、発想力ですね。同じような形で発想力のトレーニングをしたいと思います。これからルールというか、二人にお願いがあります。順番に、まずタケさんからプレゼンをしてもらいます。じゃあタケさんにテニスって絶対具体的にやった方がいい、テニスって本当面白いんだよっていう話を今からしてもらいますので、お話をしてる間に僕がもう適当なカードをパッと出しますんで、これだったら本って出たら、例えばテニスの話をしてるんですけども、テニスのプレゼンをしながら、いやテニスって本当にいいスポーツなんですよね、本当に仲間もいっぱいできますしみたいなので、本って出たらテニスの話をしつつ本というワードをぶっこんでもらいます。例えば、本でね、私勉強したんですけど、やっぱこうやってみないとわからないです。上達はできないです。だから皆さんテニスサークルに入ってください。お願いします。本だけでわかんないんですよ。みたいな形で、話の中に本っていうのを入れるって感じですね。聞いてる側、かさこさんは、そのたけさんのプレゼンのいいところを探しまくってください。ここが良かった。あそこが良かった。ここが良かったっていうところ。いつも私のスクールでは、やってる方のいいところを生徒さん、他の生徒さんに探してもらうという癖をつけてもらうようにしてます。いいとこ探しの癖を。で、ダメ出しって言われる、こうした方がもっとよく見えますよっていうのは私がさせていただいて、それはあくまでダメ出しではなくて、引き出しを与えるっていう形で、その引き出しをどんどん増やしていって、あ、こうやった方がこういうふうに見えるんだ、とかっていう引き出しをどんどん増やしていってもらう作業の時間っていう形ですね。はい。なので、見る方は、基本的には、こうした方がいいのに、じゃなくて、あ、そこは良かったですよ、ここが良かったですよっていう、全員での作品作りにしたいと思います。どうぞ、1分間どうぞ。はい。はい、あ、今私ね、テニス行ってるんですけど、はい、とにかくこんな世の中だから、体を動かすっていうことが、すごくストレス発散になって、はい、しかも他のスポーツより、いろんなところに動くので、扉。コインカップじゃなくて扉。それはやっぱり次の世界チャレンジしようっていう扉にもなるっていうか、それでまたやる気が起きるんですね。犬、うん、犬。たまにね、犬好きな人がいて犬連れてきたりするんですよ。おかしなことやると犬がねボール壊れてどっか行っちゃったりしてね、邪魔なんだけど、それもまた楽しいし、で次の手その次の手っていう試合感っていうか、そういう約束。みんなでね、それで約束してね、その後ご飯食べたりするのもまたね、一つ楽しい予定なので、テニスって本当にいいと思うから、絶対やってみる、一応やってみるってことがいいと思います。オッケー、素晴らしい。
いや素晴らしい、バッチシ。じゃあ家族さん、さっきのたけさんのですねプレゼンを見て、良かったところを挙げてください。なんだろう、まあ、テニスはもちろんすごい良かったんですけど、多分テニススクールとかってすごい山ほどあると思うんですけど、なんかたけさんが言ってるテニススクールだったらなんか楽しいなっていうのがすごい伝わってきて、まあ、ワンコが来ても許してくれるし、テニスが終わった後にもなんかこういろいろお話ができたりとか、そのなんていうのかな、テニスも楽しいんだけど、テニス以外のこともなんかタケさんがいるところに行ってみたいなと思いました。素晴らしい。OK。 一言ですね、一言、今ちょっと覚えてください。ねえおっちゃん、ねえおっちゃんって話しかける感じですね。ねえおっちゃんっていうイメージ、そのセリフを一個覚えてください。でイメージとしたら、目の前にいるおっちゃんじゃなくて天国ですね、お空の向こうにいるおっちゃんに対して用意スタートでゆっくり上を見上げていただいて、ここ重要です、笑顔になった後ねおっちゃんですね。台本だとしたら用意スタートでゆっくりと上を向いて笑顔を作り、ねおっちゃん、あ、こうした方が伝わるかなっていうのを1分間差し上げるので、ちょっとお二人それぞれで考えてみてください。練習していただいても構いません、なんとなくこう練習してもらっても構いませんので1分間差し上げます。どうぞ練習してください。じゃあ家族さんいきますね、よーいスタート。ねえおっちゃん、カット、オッケー、素晴らしい。そこを意識したらお客さんがより引き込まれますよっていう技術として、これお二人ともできて、今は技術としてない部分ですね。まばたきが自然すぎると言いますか、無意識すぎるっていうのはあります。お芝居ってなった途端、やっぱりこのまばたき一つにしてももうお芝居になっちゃうので、見上げてたのをねえおっちゃんってやった後にゆっくり閉じて、なんか胸に手を当ててみるとかって言ったら全然違うシーンに見えちゃうって感じですね。テレビチャンネル登録。